今にも雨が降り出しそうな曇り空の下、スーパーバイクは98年のオープニングレースを迎える。初開催のコース、そしてシーズンの開幕戦ということもあり、決勝の展開は全く予想できない。98年のオープニングラウンドを制し、記念すべきモテギ初のスーパーバイクウィーナーとなるのは果たして誰か。スーパーバイク決勝スタート、周回は22周。セカンドロー5番手から好スタートを決めた井筒がホールショット。しかしその後方でアクシデントが発生する。スタート直後の1コーナーで発生した多重クラッシュ、武石と武田、そして吉川と羽賀のヤマハ勢、さらには相馬もコースアウトを喫してしまう。これでレースは赤旗中断。 GP250 同様、レースは仕切り直しとなる。マシンがピットに戻ると、各チームは再スタートに向けて懸命の修復作業を開始。しかし武石は左手親指を脱臼、武田は右目の上を切るという怪我を負い、メディカルセンターへ。2人は残念ながらこの時点でリタイアとなった。幸いにも吉川、羽賀、相馬の3人はマシンを修復して再スタートできる状況となった。武石と武田のリタイアによってポールポジションとセカンドロー6番グリッドは空席となり、スーパーバイクは2度目のスタートを迎える。スーパーバイク決勝再スタート、周回は22周。ホールショットを奪ったのはホンダの伊藤、これにヤマハの羽賀と吉川、川崎の芹沢、井筒と続く。羽賀はスーパーバイク初レースながら S 字コーナーの進入で伊藤をかわしトップに浮上。しかし続く V 字コーナーでは伊藤がトップの座を奪い返す。序盤から積極的にレースをリードしていく。これを逃すまいと伊藤追撃に名乗りを上げたのは吉川。2周目に芹沢、3周目にチームメイトの羽賀をかわした吉川はトップ伊藤に肉薄。予選タイムに匹敵する1分53秒台にペースアップした伊藤と吉川は後続を引き離し、レースは早くも2人の一騎打ちとなる。吉川の後方のセカンドグループには鈴木の北川が加わり、羽賀と井筒は徐々に後退。そして10周目には S 字コーナーの進入で芹沢が転倒を喫し、北川が3位に浮上する。一方、伊藤と吉川の2台は依然1分53秒台のハイペースでテールトゥーノーズのトップ争いを展開する。レース中盤11周目の時点でその差はわずかにコンマ3秒。2台の接近戦はレース終盤まで続く。トップ2台の約7秒後方では北川、井筒、羽賀の3台がほぼ等間隔で3位から5位を走行。羽賀の 8.7 秒後方では浜口と相馬が接近戦の6位争いを展開。さらに相馬の 14.7 秒後方ではスズキの2気筒マシン TL1000R を狩る渡辺が単独8位を走行する。そしてレースも後半戦に突入すると、膠着状態が続いたトップ争いに変化が起きる。吉川が伊藤にアタックを開始、伊藤はこれを懸命に抑え続ける。96年までグランプリ 500cc に参戦していた伊藤、そして96年にワールドスーパーバイクにフル参戦した吉川、2人はともに去年から全日本に復帰したが、羽賀紀之、武田雄一、藤原克明らの若手の活躍の陰に隠れる存在だった。しかし今年になって本来の速さを取り戻した2人は開幕戦からマッチレースを展開。90年の全日本 500cc チャンピオンの伊藤と94年の全日本スーパーバイクチャンピオンの吉川、観衆の視線は2人の一騎打ちに釘付けとなる。周を切った19周目、 S 字コーナーの進入で伊藤がまさかの転倒。モテギ初のスーパーバイクレースでホンダワークスの2台は揃って姿を消した。
これで完全な独走体制となった吉川は98年の開幕ウィナー、そして記念すべき茂木初のスーパーバイクウィナーへのゴールを目指す。後続に約14秒の大差をつけた吉川は96年の全日本最終戦相撲以来約1年半ぶりの優勝、北川は2位、井筒は全日本初の表彰台3位を獲得、スーパーバイク初レースの羽賀健介は4位、以下浜口相馬の順でチェッカー。鈴木 TL1000R の渡辺はマシンライダーともにデビューレースながら7位に入る力走を見せた。絶対離されないと思ってて、最後ちょっと抜けるポイントはいくつか探してたんで、もうとりあえず前で出たら抑え込もうと思った矢先に前で転んだんで、まああとはすごい楽な展開になって、伊藤さんも余力あっただろうし、ね、最後はもうあとねその場どうなるかっていうところでしたから良かったです。昨日までが予選でねちょっとハマっててタイム出なかったんですよ、まあ、ちょっと今日不安だったんですけどね、今日うまいことタイヤもあって、まあ、決勝でもそこそこのペースで走れたんですけど、まあ、ちょっとトラブル出ててきつかった部分もあったんですけど、まあ、なんとかね、まあ、前が転んだりとかして2位になれて、まあ、本当良かったです。竹石さんとかねちょっと芹沢君がいなくなったんですけど、まあ、それでもやっぱり初めてね表彰台だったんでとても嬉しいです。まあ、今回たまたまね3位になりましたけど、やっぱりもっとバイクを良くしていって、やっぱり一番高いところにねみんなで乗れるようにね頑張りたいと思います。波乱の幕開けとなった98年全日本スーパーバイク、しかしレース展開はシリーズの激戦を予感させる内容となった。次回第2戦スゴを含む残り8戦のシリーズではいかなるドラマが待ち受けているのだろうか。ツインリンク茂木初開催の全日本ロードレースは各クラスで波乱の連続となった。アクシデントに見舞われノーポイントに終わったライダーたちは次回第2戦以降さらにミスが許されない状況となった。シーズンはまだ始まったばかりともいえる。しかし残りはわずかに8戦しかないのだ。